はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイというわけでね、前回の続き。今このあぶねえ、落ちると思った。 Your leg is sprinted。 足折れてるよってことか。で、時間が経ったら治りますよって言われたんだね。オッケーオッケー相変わらずな見た目のことで。そうか、鎧までバンデットにしたから。ズボン、あ、ズボン、ズボンつか、これなのか。なるほどね。あー、こいつがそういう見た目なのね。なるほど。まあいいや。で、ウォッチタワー的な何かを作っております。どんだけ高くするか気にしてないです、今のところ。で、どうしようかな。で、前回お伝えした通り、ちょっとね、面白い構造にする予定です。というか、します。今から多分できるはず。できなかったら、あー、ちょいと、まあ、見直しだね。というわけでやっていきましょうか。これは、これあります、これあります。これをこっちも置きますできるかな、本当に。多分できると思うんだよね。あ、できるできるできる、これ絶対できる、絶対できるわ。これ来てるでしょ、これ来てるでしょ、これ来てるでしょ。これグワーンって崩れてった。あれ、はあ、ちょっと待って、俺どっかに、あ、ちょちょちょ、バカバカバカ、また、あれあれあれ、あ、ちょちょちょ、え、俺スクラップドアイアンどこ行った？俺捨てたかな、もしかして。しまった、あ、しまってるじゃん。びっくりした、びっくりしたよー。めっちゃいっぱい持ってんのにって思ったよ、今。違う、ここじゃない。これできるのか。いって、そりゃそうなるわね。そうなると思います。よいしょい。オッケー。いいね、いいね。これだよ、これ。俺がやりたかったの。あー、適当な計算でいけてよかった適当な計算でいけてよかった。よし、こんな感じで、ね、オッケーオッケー。こうなるわけですよ。で、つまりそういうことですよね。こっちもね、え、ちょっと待って、こっちじゃなくね、こっち、え、ちょっと待って、真ん中からちゃんとやった。俺真ん中に置くんだよ、真ん中に置くんだよ。はい、置いた。よいしょ。で、トントンって、よいしょ。あ、いいね。あ、この長さちょうど良かったかもね。崩壊しない程度の作れるから。いやー、適当ですよ、適当。こんなの適当にもセンスが問われるから怖いよね。よいしょ。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？よし、これも、もう向こう行かなきゃ。よいしょ、よいしょ。これさ、草もっとたくさん置いとけばよかったな。ね、これ真ん中合ってる？合ってるよ、多分合ってるよ。これ全然木足りないじゃん。これもっともっと、これを量産するっていうボタンがあればいいのに。ちょっと依頼出しとこうかな。これアイテムクリックしてそれをレシピで引っ張る。逆引き、逆引きできないですかって、ちょっと依頼出しとこうかななんだっけこれ名前、ウッドボードステアスタイルズ、ステアーズ、オッケー。30ぐらい、どんだけ高くすんだよって話だよね。でもあまりにもさ、うまくいきすぎたからさ、ちょっと高くしたいんだよねちょっとここまで綺麗にいけると思ってなかったんだ、実は。ぶつかっちゃうかもって
思って、最悪2列だなって思ってました、私の中で。2列っていうのは対角ね。対角2だったら多分作れるだろうという適当な考えでいました。そしたら4つ見事にできたんで、いいじゃない。これが何を作りたいのか俺は全くわからないけど、そしてこれ登るのめっちゃ大変っていうねだから7マスにしたんですよ。あ、これじゃ危ない危ない危ない。だから7マスにしたんですよ。俺登るの大変だから、真ん中をちゃんと作ってね、例のやつを作るわけですよ。おお、いいんじゃないこれ。よし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 。うわ、危ねえ危ねえ。よし、これさ、これさ、これさ、あぶち、ダメか、ダメなんだね。ダッシュすればいけるかな。これ間違ってピッて取っちゃったらアウトだよな、これ。しかし全部強化するのってきつい。ああ、同じとこ登ってきちゃったよ、俺。あらー。おい。おう。ドッキドッキ。ドッキドッキ、そういうことやっちゃいかんよ。こんな高所作業は命がけですから。よいしょ。あ、これ完全にダメだっつってや。よいしょ。これ内側に敷いとけばよかったの。内側に飛び降りる方が楽だったもんね。ちょっとこれ下怖いから強化しとこうか。はい、スクラップがなーい。そうですか、そうですか。ちょっと遠くから見てみよう。あー、残念だな、なんか。ちょいと残念だな。どうしよう。これじゃない。柱がこれじゃない感を醸し出している。マジかよ。柱がこれじゃない感を醸し出している。チェックするか。仕方ねえな。チェックしましょう。あ、ここじゃない。もうダメだ俺は。これじゃないだろ。これってどれが支えてるんだ。これって主にこの真ん中のやつが支えてるんで、真ん中っつうか、まあこのはしごが支えてるんだよね、ちゃんとね。本当にそうなのかな。まあそうだろうな。ってことは間が7個ある。違う、1,2,3,4,5,6個ある。なるほどね。あ、建て替えやろうと思えば建て替えれるね。今思いつきました、方法は。方法は思いついたんで、建て替えようと思えばできる。やるか。よし、そしたら、これいくつ重さがかかってんだろう。どうしようかな。ぶっつけ本番でやっちゃう？もうね、ポール。これにしたいなーって今思い始めてるんですよ。止めポール。それか、ピラー。ピラー。いろいろあるな、ピラーも。これ強化したらさ、ビームってどうなの？サポートビーム。でもビームってまっすぐ立てれねえよね。24じゃん。ザコイじゃん。いや、
これは見た目しょぼいだろ。見た目しょぼいだろ。しかも強化しすぎてコンクリートになった瞬間崩れ落ちるっていう可能性あるし。切っていくつなの重さ。マス4だ。4だ、4。444。待って、マジで。マジでポールで耐えるんじゃないの、これ。24でしょ、これは。粘土はしてる。アルビポールぐらいで耐えるんじゃないの。粘土、粘土。アルビポールぐらい耐えるんじゃないかな。なんか見本位置が欲しいな、これの。25。24。24。24。ちょっとブロックどっか入れようよ。アドビ。石がない。石と砂。いらない。こっちじゃないな、これ。で、これ飲んで。で、アドビ。いくつだ、いくつだ？タラーン！ 65 ってことは？ 10 個。20個ぐらい耐えるでしょう。30個は？ 3、10個で40。何個耐えればいいんだろう。320に比べたらきついかな。320に比べたらきついかもな。ちょっと崩壊覚悟でやってみるか、一回。崩壊覚悟でワンチャン試して、絶対これよりアドビポールの方が見た目いいでしょう。これもかっこいいけどな。覚悟の上でやるか。30ぐらい、20、10ぐらい。で、何を覚悟かというと、崩れる覚悟ね。いやー。めんどくせえな。これ本当に崩れるかやってみる、逆に。お見事。お見事、崩れました。お見事、崩れました。でも下への被害ないね。じゃあもうこのまま、このまま。これ重さいくつよ。13でしょ。いけるいけるいける。よし、これでいこう。見て、あいつ。はこいつかな。で、これをはっつけてって、崩れたらアウト。崩れなければ耐えてるということになります。これね。崩れたら俺落ちるくね。 俺落ちるよね。俺落ちるよね。死なんだろ、さすがに。さすがに死なんだ。ああ、つかんねえ。つかねえ。もう一個。これ何時？なんでこんな高いところで実験しないといけないんだ、俺は。もっと低いところでやればいいだろう？そう思わないかい？ これダメだろ。 これ下でた、これ下で試すべきだわ、絶対。ワンウェイ試すだけだから。ねえ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 。角を取った。角を取ったんだよ、俺は。もう一個ぐらい試す？もう2個置いて大丈夫だったら大丈夫だよね。あ、分かった。分かった。こうしよう。こうしよう。なんて俺は危険なことやってんだよ、今。ダメだろ、今の。今のやっちゃいけない。絶対真似しちゃいけないやつ。オッケー。で、ここ。
ここももうアドビにしちゃうか。その方が手っ取り早いな。こう。たっけえな。たっけえ。こう。あ、こういう感じね。あ、耐えそうじゃないですか。たっけえ、ああ、いい。これぐらいの見晴らし最高。トレダも見えるし。じゃあ、これにもう一周ぐらいして、いい感じにしたら、OK にしよう。で、耐えること判明しましたので、今からちょっと改築工事を開始いたします。改築工事に伴いまして、どうしよう。これぐらいあればいいかな。まずどこで改築する？こっちでやるか。この柱の改築工事したいと思います。なんで、危ねえな。よし。ここでいいのかな？内側がいいかな？やっぱり。ちょっと安全に行こうか。崩れてほしくないから。いや、めんどくせえ。崩れないだろ。よし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 。ちなみに白でいいですか？何色がある？もう一個。茶色。茶色一個作ってみるか。どっかどっかどっか。いや、これ取ったら崩れるから。取ったら崩れるから。どっか適当な場所。ここ。あー、ちょっと待って。どっちがいい？これか。あ、落ちる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 。落ちたー。あの感じか。白か。茶色か。あ、茶色いいかもね。白もかっこいいけどな。もうあっち白にしたから白にしよう。はい、白でいきまーす。ボール。150やりすぎ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 。70ぐらいでいいから。70でもやりすぎかな。まあいいか。いや、70でもやりすぎだと思うけど、いいや。よし、行こう。どこ？ここ？ここだよね。本当に？登れる？俺。あ、たった。無理だね。これめんどくせえな、結構、この工事。この工事はめんどくさいぞ。非常にめんどくさい工事だな。あ、これジャンプできないの？俺。よし。俺上からも引っ張ってこれねえし。よし。もうちょい、前。今あったろ。今あったろ。え？次、こっち。これ4本まとめてやった方がいいですね。この工事は。最初にやっとけっていう話だな。最初に柱立てとけばよかったんだよ、俺。途中で計画変更なんてするから。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。これいいじゃん。これいいじゃん。あれ、もうちょっとだな。もうちょっとだ。どの柱？この柱だね。柱じゃない、階段階段。この階段を登って。よし。OKOKOK。おっと、今なんかワープした気がした。乗れないの？乗れないの？乗ろうぜ。 ハイリスク。ノーリターン。あ、これで置くのダメだね。やめよう。そういう置き方よろしくないです。こうしよう。え？おかしくね？あ、そういうこと？ 1、2。
もうエレベーション決めとくか。そうしよう。今ね、衝撃の事実。エレベーション4だ、俺。嘘だろ。え、天空人となれるぞ、俺。これ。マジか、俺どんだけでも高く上がれるぞ、こっから。いや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 。さすがにそれダメだろ、おい。調子に乗るでない。絶対痛い目に遭うから調子に乗るでない。調子に乗るでない。分かってる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 んだ。やらざるを得ないっていうね。え？いや、あったあった。せめて10。10で区切りをつけよう。うわ、地面の色が変わった。6。7。8。9。ここ10です。よし、ここ10です。ここが区切りだよ。ここに一回階層を作ろう。これ家じゃないからね、言っとくけど。ただのウォッチタワーだから。よし、これ下まで抜いちゃっていい？これで崩壊したら俺も笑うしかねえな。いけ！いけ！大丈夫！大丈夫！建築基準法に乗っ取ってるはず。セブンデイズ建築基準法に乗っ取ってるはず。気弱そう。これはやばい。これやばいな。よしよしよし、行くぞ。どこに置けばいいんだっけ。こっちでいいね。いいよね。適当だ。なるようになるさ。これをまず先にやらないと。あれあれ、あ、もう一段崩れたのかな。まあいいや。で、でだでだでだ。で、これを。これ。あばっしょぼちょぼ !What's happen? え？ちょぼちょぼってなんだよ。あ、これもこうすれば勝手に崩れるっしょ。はい。はい？え、建築法、違反したっけ俺今。え、マジで？え、そんなことないでしょ。なんでやねん。これ触れてなかった隣。これって重さいくつよ。13が2個くっついてた。持たなかったのかな、多分そういうことだね。まあいいや。そうだね。よいしょ。多分大丈夫でしょう。ダメだったらもう崩れた時に考えよう。合ってる、ここで合ってる、本当に合ってる、合ってるね、合ってる合ってる。よし、これでいい、これでいい。あ、バカ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 、よよおいよ、これよ、どうして壊してくれるんよ。ああああ、もったいねー。よしよしよし、よしよし。だけこれどうやって、次あれだよ、あっちに行かんといけん。よし、あ、これもう先ないじゃん、先ないじゃん、どうするの。ちょっと待って、ゾンビいっぱい、ゾンビバババババババ、マジバカマジバカマジバカ、お前らほんと許されんからな、これ壊すとか。うわー、なんか壊しやがった。お前こっちからこっち。そう。お前ら実験台だ。実験台だ。
いいね。仕事してそうじゃない。いいぞいいぞ。もうお前らも仕事に就きなさい。なるほど。ナッサンお薬塗ってるかもしれんからちょっと。あー、スプリントね。ありがとう、ありがとう。なんか、ほら。そんなことしないで落ちなさいよ、ちゃんと。ほら。そう。ほら。ちゃんと。あー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 あああああああ足痛いっつって。やばい。足痛いっつって。ナス蹴っ飛ばした。そう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 、行ってよお前バカ。おい、それはダメだよ、それダメだよ、暴力行為はいかんよ。あ、ちょっとあのゾンビ、あのゾンビ、お前何やってる。おい、お前もなんでそこ掘ろうとする。俺そこ掘れとは言ってないよ。おい、お前もダメだダメだ、ゾンビ暴走し始めた。ゾンビ暴走し始めた。よしよしよし。そう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 。もうちょっと俺こっち寄った方がいいのかな。で、下見てみようか。どんな感じになったか。この短時間で、どれぐらいのお仕事をしてくれたのか。インメントリいっぱいだから、もうちょっと後がいいな。よいしょ。よいしょ。あらららら。よいしょい。よいしょ、ね、これなんで木スタックしようよ。スタックできない分ね。はい、よし。あ、じゃあもう今回あいつらをチェックして終わりにしよっか。いらない、拾うのもやだもん、めんどくさい。どんぐらい掘ってくれたか見てみましょう。お、いいんじゃないでしょうか。あの短時間にしては軽く掘ってくれたっぽいです。で、ここだな問題。こいつ誰だよ、ここに掘ったの。どうしよう。どうしよう。まあいいや。なんか失敗しそうな雰囲気出てきたな。ゾンビ逆走しそうだな。やだな。まあいっか。いや、というわけでこれを作っていきたいと思います。ペラルフォードは84だったと思うんで、本当に84かな。ここで計算しています。これでウォッチタワーを作っていきたいと思いますので、よろしかったら次の動画見てください。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。セシカでした。